ちょっとだけ僕の話を聞いてもらえませんか。人が生まれてから死ぬまでにかかる金額、約2億100万円。死ぬまでに稼ぐ金額、約2億300万円。つまり人は自分が生きるために使う金額を一生かけて稼ぎ、死んでいく。かつて5億円の募金で命を救われた未来ちゃん。5億円の恩返しなんかできる気もしなくて。だから未来ちゃんは終わりにします。5億円稼いでから死ぬ。5億円稼ぐまで1日8時間時給1000円365日働いて171年。当たりますように。ラブリーくんです。性的行為は禁止で。やってるからみんな。たった200万で無理心中バカですよね。お金困ってんの。先方は次男に応じるって言ってくれてる。言いません。僕誰にも。兄ちゃんこれやる。どうして親切にしてくれるんですか。気に入ったやつの面倒を見るのは楽しい。どうやって返せばいいんですか。君の価値はね、君が決めるんじゃないの。またな。どて何やってんの。初めて出会う命の本当の値段。5億円の人生。無理です。価値があると思えないんです。僕の童貞に30万なんて。はい、いってらっしゃい。